はい、どうも、コタローコインのコタローです。普段のコーディネートやライフスタイルはこちらのインスタグラムにありますので、こちらのチェックお願いします。ということで、本日の動画はですね、毎日度自分が福生市で、自分がよく行くお店っていうことで紹介させていただいたショップで購入したものがですね、いくつかあったと思うんですが、今回はですね、その中から一つですね、抜粋して紹介していきます。一応とね、今出てるんですけど、今回はこちらについて紹介していきます。前の動画見てくださった方は何のパンツかわかると思うんですが、一応とね、エビセンのサマデリでリリースしているパンツです。エビセンというブランドなんですが、2011年に発足したブランドで、タイトブースのね、ディレクションを務めている上野晋平さんであったりもメンバーの一人です。で、日本のカルチャーをアートとして落とし込んでいるデッキであったりとかアパレルラインであったりとかを展開しています。で、そんなエビセンからね、サマデリでこうリリースしているパンツなんですが、エビセンのパンツといったらね、鉄板であるそのパイピングパンツだったりも今回入荷してたんですが、元は僕はそっち買おうとしてたんですけど、実際ね、この実物見てみたらあまりにもこっちのパンツが魅力的に感じてしまって、結局こっちを購入しました。で、やっぱエビセンのパンツって言ったらシルエットであったりとか機能面っていうのがですね、定評があって、今回のこちらのパンツもですね、シルエットであったりとか機能面ですね、とてもこだわり尽くされているパンツなので、早速ディテールの紹介していきます。はい、まずですね、こちらのシルエットなんですけど、こんな感じでですね、裾部分に行くにつれてしっかりとテーパードするようなシルエットになっています。あとはですね、大きな特徴として、こちら動画越しでも伝わると思うんですが、ピンタックが入っているのでですね、立体的なシルエットになるっていうのが特徴の一つですね。そしてこちらの生地感がですね、ポリエステルツイルになってまして、特徴としてはですね、若干のストレッチであったりとか、この肉厚さっていうのが特徴です。あと画面越しでちょっと伝わるかわからないんですけど、若干照りがあるというか光沢感のあるスラックスになってますね。個人的にね、結構嬉しいポイントっていうのがここの D 管ですね。キーリングだったりとか、ズボンから垂らしてジャラジャラするっていう人に関しては結構必要ですよね。ベルトループだったりとかでもできるんですけど、やっぱ D 管があるに越したことはないかなって個人的には思います。あとはですね、こちらタイトブースのですね、バギーパンツ、履いたことあるっていう方に関してはわかると思うんですけど、前のモデルのね、タイトブースのパンツって、フロントポケットにですね、ジッパーのポケットも採用されてるっていう形だったと思うんですよ。で、最近のモデルだとですね、両方にこうジッパーのポケットがついてるんですけど、今回のね、こちらのエビセンのパンツに関しては、右部分にですね、ジッパーのポケットがついているような感じになってます。あとはですね、フロントジッパーの内側にですね、隠しポケットもついているようなディテールになってるので、収納の多さであったりとかが機能面の高さかなと思います。あと、このパンツの面白いのって、多分遊び心だと思うんですけど、左部分のポケットにですね、こんな感じにフラップがついてるんですが、こっち部分はですね、フラップなしのポケットになっております。理由っていうのはね、よくわからないんですが、おそらく遊びだと思いますね。あとはエビセンのロゴマークがここについてます。こんな感じのね、ディテールなんですけど、やっぱりスラックスっていうことでね、暑い夏であったりとかもこう暑苦しさなく履けるのかなと思います。で、後ほどね、着画っていうのは見ていただくんですけど、履いた時のシルエットであったりとかもめちゃくちゃかっこいいんですよ。やっぱこのピンタックっていうのが結構ミソで、その履いた時のね、立体的なシルエットであったりが結構変わってていいなと思いました。で、肌触りとかだったりもですね、不快感なく履けるっていうことで、この夏ね、結構使用頻度増えるんじゃないかなと思います。で、気になると思うんですが、値段の方がですね、1万5000プラスタックスという感じで購入できます。で、カラーの展開がですね、グレーとブラックのものになってまして、僕がね、行った時にはもうグレーのものが売り切れてしまってたので、元からね、僕は黒狙ってたので全然良かったんですけど、一応と2色展開になってました。で、一応こちらのサイズがね、 L サイズで僕は着用しています。結構ね、裾部分がしっかりテーパードしているので、スニーカーであったりとかと合わせて、わざと裾部分を乗っけて遊んだりしてもいいかなと思って、L サイズで着用しています。結構ね、ウエスト部分はブッカブカなんですけど、ドローコードも一応とね、こちらのパンツ採用されてるし、ベルトループもついてるので、ウエストの調節っていうのは全然できると思います。ということでですね、170cm 56kg の自分がこちら L サイズで着用するということで、サイズ感の参考にしていただければなと思います。それでは早速やっていきましょう。レッツゴー。
作る三線重なって一つになるワンセたとえ僕ら未完成でもまた輝いていくワンデイ最悪な日でも君といれば最高だからベイビー笑ってよ泣いてないで笑ってたいねたとえレインでも高くフライすれば太陽もスマイル確かめ合う愛確かめ合う愛俺ら二人でフライハイ二人でフライハイ君と二人で踊りたい二人で踊りたいでも24じゃ足りない24じゃ足りない Remember this one time Remember this one time 時間は止まらない時間は止まらない君の形をつなぐパズルのように君と鳴らすローリー二人のストーリー作り出すメモリー今のメロディー月の明かりが影また映し出すまるで二人だけの世界めちゃくちゃに絡まって溶けないようにさ、だからもっと愛し合いたい はい、いかがでしたでしょうか。本日はですね、こちらサマデリでリリースしたエビセンのピンタックイージーパンツ紹介していきました。で、ごめんなさい、1個だけですね、情報間違ってて、カラーの展開の方がですね、3色です。チャコールとネイビーとブラック、この3色になってました。まあ、個人的にね、今回リリースしたエビセンのアイテムっていうのが結構魅力的なアイテムあって、まあ、もちろんね、そのパイピングパンツであったりとかもそうなんですが、まあ、今回リリースしたシャツであったりとか、まあ、あとはグッズなんですが、手拭いだったりもめちゃくちゃ欲しかったんですけど、まあ、やっぱ売り切れが早くてちょっとゲットできなかったんですが、まあ、本当にねこちらゲットできてよかったなと個人的には思ってます。でやっぱ黒のスラックスなので使えるシーンっていうのがめちゃくちゃ多くなってくるんですよね。まあ、スタイルによってねカジュアルであったりとか、まあ、こう決まった感じであったりとかいろいろな履き方もできるかなと思ってますので、まあ、結構ね1枚でいろいろな活用法あるかなと思います。まあ、なのでね気になった方は概要欄からチェックしていただけると嬉しいです。まあ、あとですね前に紹介したショップで購入したものがですねいくつかあるので、まあ、これからはねそちらの購入品何回か紹介することになると思いますが、まあ、ぜひ投稿された際にはチェックしてみてください。はい、ということで本日の動画はここら辺にて終わりにしたいと思います。本日の動画が良かったと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。